四国初開催となるプロ選手による自転車ロードレースの大会クリテリウムが29日今治港ハーバリー周辺で開かれます。今回は大会に出場する愛媛県出身の平林貴人選手と平林風紀選手に大会への意気込みなどを伺いました。地元開催なので、目立つ走りを一番として、であとは優勝やっぱ地元でしたいので優勝を目指して自慢走りたいと思っています。地元開催っていうのでもちろん優勝を目指して走るんですけど、応援される走りができたらいいかなとは思ってます。ゴール前のやっぱ駆け引き勝負どころでの走りを見てもらって、でやっぱすごく間近で見れると思うので、すごく迫力があるレース展開になると思うので、そこを重点的に見てもらえればいいかなと思います。やっぱ愛媛で初開催というところもあるので、プロのレースが身近に見れるいいチャンスではあると思うので、そこは見ていただけたらというのと、クリテリウムという特性上やっぱレースの速度は上がってくると思うので、そのスピード感なんかも楽しんでいけたらなと思う。今治クリテリウムは29日13時15分スタート。地元選手たちの活躍に期待しましょう。